ジェンセンヒーレーは、イギリスの自動車メーカー、ジェンセンモーターズが1972年から1976年まで製造を販売した2座席オープンスポーツカー。オースチンヒーレー3000など、イギリス製スポーツカーの輸入販売で成功したアメリカの自動車販売業者、ジェルクベールが、1970年代のビッグヒーレーを自ら生産することを夢見て、 ジェンセンモータースの株を買い取り、ドナルド・ヒーリーを会長に招聘、息子のジェフリーも役員に迎え入れて開発した、スポーツカー。1972年3月、ジュネーブ賞でデビューした。当時の自流を卒なく取り入れた、やや没個性的なデザインは、ジェフリー・ヒーレーのデザインで、当時北米市場で人気上昇中であった、初代日産、フェアレディゼットに近いボディサイズであった。 前線比例最大の魅力はエンジンで、当初は、フォードや BMW の各種ユニットが試された後、選ばれたのはロータスが、ボックスホールビクターのユニットを元に新開発した、コックドベル特動、16バルブの直期4、DOHC1973cc であった。ヨーロッパ向けのデロールとツインキャブ付きでは142馬力、6500rpm、18.0kgm。 5000rpm を発し最高速度は時速 195km に達した。このユニットはロータスエリート、ロータスエスプリにも搭載され、その後排気量拡大やターボ化も行われ、1970年代から1980年代にかけてロータスの基幹エンジンとなった。エンジン以外の機構はオーソドックスで、ギアボックスは サンビームレイピア H120 用の4足ギアボックスであり、前後サスペンションやステアリング機構はボックスホールフィレンザからフロントブレーキはモーリスマリーナの流用と英国スペシャリストメーカーの定石通り、量産車のコンポーネントを巧みに利用していた。初期モデルはオーナーがフィニッシュする車と皮肉られたほど仕上げが悪かったこともまたスペシャリストメーカーの製品の定石通りであった。 ジェンセンヒーレーは1970年代前半に全く新たに開発された数少ない英国製スポーツカーであり、それにふさわしい豪快な動力性能と洗練された運動性能を有していた。日本仕様は米国輸出仕様同様、ストロンバーグ製ツインキャブ付きとなり、若干のパワーダウンを余儀なくされて、当時の輸入元コーンズにより輸入された。日本をテストした、 当時のカーグラフィックシ1973年2月号によると最高速度は時速 185.56km0 から 400m 加速15.55秒0時速 100km 加速6.21秒という瞬速で 2000cc ながらフェアレディ Z のトップモデル 240ZG に匹敵する性能であった1973年秋には マーク2に発展、側面にサイドモールが追加され、工作水準もダッシュボードにウッドパネルが追加されるなど高級車メーカー、ジェンセンにふさわしく改善され、エアコンディショナーやハードトップも装着可能となった。1974年以降のアメリカ輸出使用者にはゴム製の大型バンパーが追加され、1975年型からはギアボックスが ゲトラグ製五速 MT に変更された。しかし、1973年の第一次石油危機で、大型モデルの売れ行きが不振となったジェンセンは1975年夏に、経営危機に陥り、事実上の倒産に追い込まれ、バックオーダーを抱えていたため、関在人の下で、しばらくは創業を続けたものの、1976年5月に、ついに廃業に追い込まれ、 ヒーレも消滅することとなった。生産台数は、マーク1が3356台、マーク九1973年8月1975年9月、シャシー番号1 3 5 0二万5 0 4が7142台の、計1498台であった。姉妹車としてにプラスにスポーツワゴンのジェンセン GT が1975年にデビュー。 翌年の創業中止までに509台生産された。ありがとうございます。